はるかです。森川葵です。コラボ、コラボ動画です。コラボです。ライブ放送、生配信。生配信。には、前に登場してくれたんですけど、はい、動画は初めてです。初めてです。イエーイ。お邪魔します。テンション高い。YouTube みたい。いやいやいや、だって、あなたがテンション高く始めたんですよ。ただいまの時刻、23時53分。まあ、ほぼ深夜1時ですね。やばいね。深夜1時に、私たちはなんと、ピザを頼みました。食べます。超急遽だよね。開封していい？開封どうぞ。じゃーん。明太ポテト、いただきながらちょっと募集したので、私たちに対して質問なんかありますかっていうの、はい、なのでそれになんか答えていきながら食べながらって感じでゆるくやっていきますか。はい、はい、せーの、いただきます。ちょっともやせちゃんみたいにやりたいよね。うまっ。うん、ね、もうお菓子じゃん。うん、お菓子やね、ほぼ。もう一個食べれたかも。うん、いけるね、全然。うん、チキンいただきます。はい、これ大好き。そんな美味しいの？足りない。足りないそうです。ちょっとなんかぶりっこして少なめに頼んじゃったわ。ちょっとこれ美味しい。こんなに美味しかったら少ない。ふふ。早速行きますか。はい。出会いはお互いの第一印象だって。あ、葵がブログでパルルかわいいって言ってて、書いてくださって、共通の友達に、うん、なんかパルルが連絡先知りたいって言ってんだけど教えていい、うん、みたいな連絡が来て、うん、でその普通に愛知の学校でパルルの連絡先を聞くっていう大事件よ。だってもうあの頃すごかったもん。だって、うんうんうん、そう、そこから友達になって、出会えばそんな感じです。第一印象だよ。そう。でもなんか第一印象何も雑誌で見てたから、あ、でも雑誌で見るより小柄だなって思った。なんか顔がもう異常に小さい。デレさんだなって思った。嬉しい、ありがとう。私はもう完全にもう私に聞いたいしないで。え、もうそれやってた頃？その後かな。あ、そうだよ。もう本当に肌が白いって感じ。あと私服が超可愛いってイメージ。本当？あ、確かに個性的な服が好きだったかも。もうなんか深いの来ました。何？パルルにとって森川さんはどんな存在ですか？怖く聞くの。また森川さんにとってパルルはどんな存在ですか？むずい。こんなにさ、なんだろう、私は10代からの友達ってメンバー以外いないの、葵しか。おお、そうだから貴重、レア。それは確かにめちゃくちゃ貴重。なんかもう別に何も隠さなくていい友達って感じかも。なんか嬉しい。やっぱこうやって部屋とか見られるの恥ずかしい友達はいっぱいいるわけよ。なんで？だって恥ずかしくない？めっちゃいいじゃん。こういうちょっと雑なとことか見られるの恥ずかしいのよ。雑かな。うん、ちなみにこのお部屋めちゃめちゃいい匂いします。めっちゃ芸能人の部屋の匂いする。これはもうろうそくのおかげですね。お互いの羨ましかったり憧れたりしてるところ。肌がめちゃくちゃ白いとこ見て、ほらもう今多分これですっごい伝わるけど、本当に白いのよ。もう発光って感じ。これがめちゃくちゃ羨ましい。羨ましい、憧れたりするところ。絶対これ欲しいもん、この肌の。じゃあもう顔の小ささと圧倒的な外装の外見で言うんだったら、お互いのいいところと悪いところ。いいとこは私の方が早いかも出るの。いいとこは本当になんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、どこに行っても変わらないパルルだから気持ちがいい。誰に対してもパルルだし。でもね、これの動画を見てくださってる視聴者さんは、え、こんな感じだったのって驚いてる人たちがもう10割、そうだね、9割でもない、10割だいたい。そうだよね、あの塩のイメージが多分あるから、うん、でも昔からこのまんまだよね、うん、あの塩の頃からこうだし。なんかだから私はもう知ってるパッちゃんって感じ、うんうんうん、変わらない昔から。あとね、すっごいね、昔からそうだけどめっちゃ電車乗る、
あ、うん、電車乗る。めちゃくちゃ電車乗るところが、タクシー使わないのみたいな、びっくりする。バスも乗る、タクシーなんか酔っちゃうんだよね理由それバスは酔わない。でも結構さ、やっぱさ生活していくとさ、なんかタクシーで行った方が近くて楽とかあるじゃん、うん、もちろん乗る時もあるけどね、うん、でもほとんどいつも何で来たって聞くと大体電車じゃない。なんかさ、私運動をしないから、うんうんうん、そこで歩いたりとか、うーん、移動が運動代わりなんだ、した方がいいかなって。車はあんま得意じゃない、うーん、かも。今日はタクシーで来ました。芸能人です。危ないからね、こんな夜中に相手歩いたらね。いいところは、葵のなんか私的にいいところは女優さんっぽくない、ね、それは本当にいいとき、私にとってはいいところね。わかんない、お仕事してるところは見たことないからわかんないけど、なんか私が女優っぽくないって言ったのは、考えが王道女優さん路線じゃないところなんかそれがすごく、ここ私もなんか、私はもうもともとアイドルだからさ、自分はなんかもう女優ですっていうよりかは元アイドルですっていう肩書きの方がしっくりくるのね。だからアイドル目線からするとすごい私と同じ感覚を持ってくれてるのがすごい楽。それはなんか合わせてくれてるんだのかもしれないけど、合わせてくれてるんだったとしても、それがすごい優しさだなって思う。合わせてるわけではないかもな、全然本当に楽。うん、楽。うん、一緒にいてめちゃくちゃ楽だよね。嬉しい、そう思ってくれてるの。だってさ、じゃなかったらこんな深夜にさ、うん、40分電話してどうする、ピザ食べるかってなんないでしょ。なんかさ、40分電話したの無駄だったよね、うん、さっさと集まりよかったのにそう、だからさ、こうやってさ深夜にさピザとか食べてくれるのもなんかさ嬉しい。なんか甘いものめっちゃ好きじゃん。めっちゃ好き。なんかほんと勝手な女優さんのさイメージってさ、なんかオーガニックしか食べませんとか、うんうんうん、なんかグルテンフリーとかね、そうそう、そういうイメージがあるからさ嬉しい、まあ、悪いところ、悪いところは分かんない、本当に直してほしいところとかもない、私。マジ？何あるじゃん私に対していや、ないないけど本当に。いや、なんか私はさ、なんかこういう性格だからさ、うん、私と友達いてくれてる人たちに対してすごいさ反省とさ感謝しかないわけ。なんかさ自分をさ、うん、あ、私ね、本当パッちゃんは自分を低く見積もりすぎてると思うの。だからそうじゃないよって、うん、あなたあんな時代あったんだから、うん、もうちょっと自分をこうなんかこう高く見積もっていいんじゃないって思う時がある。へえー、全然自信ないし。そうだよね、うん、いつもそうだもんね、うん、いや、まあそれがね、このなんかパッちゃんの良さを出してるところもあるんだと思うけど、マジで悪い欠点が見つからない。なんだろう、本当にない嬉しい。思いついたら言います。はい、ここで。これ無難に、お二人は何て呼び合ってるんですか。まあ今も吉中に言ったけど、うん、葵かな、葵とか青ちゃんとか。葵か青ちゃんがね、うん、最近は。昔は葵たんとか言ってたっけ。葵たんじゃなかったっけ。葵たんは言ってないと思うよ。適当すぎた。私は青たんとか言った気がする。青たんって言ってた。いや、昔から葵だよ。はい、それと私は昔パルルって呼んでて、最近パッチャンになった、うん、そうだ、うん、ここ数年の間で進化がありました。パッチャンって嫌なんだけど。なんでいいじゃん、嫌なところ。なんでよパッチャンって。なんかいいじゃん。え、なんかダサい。特別感があるもん。そう、そのちょっとダサさがいいんじゃんなんか、なんだろう、こう、なんて言うんだろうな、おじさんが言ってそうパッチャンかわいいじゃん。受け止めてください、私のパッチャンを。はい。お二人の思うかわいい女の子ってどんな女の子ですか。まあでも正直な方がかわいいと思う。
なんか自分の周りにいる友達全員、うん、見た目も可愛いけど、うん、なんか嘘つかない、うん、めっちゃみんな正直な子ばっかりなの、うんうんうん、だからなんかそういう姿を見てるとまたさらになんか愛おしさが増す、うん、なんかいっぱい食べる子もやずちゃんじゃん、うん、もやずちゃんと3人でも撮りたいね、撮りたいね、ここに、うん、めっちゃ面白いじゃんね、大食いしたい3人でしよう、頑張る頑張る、うちらは戦力外だろうけど2対1どう、あ、めっちゃいい、めっちゃ良くない、めっちゃいいめっちゃいい、勝手に頑張ろう、勝手にコラボ決定です、もやずちゃん、もやずちゃんよろしくお願いします、いいですか、好きな男性のタイプ教えたいです、へー、多分優しければ OK で、外見とかは別に、うん、外見とかは大丈夫だと思う、うん、でもさ、うん、調査の皆さんよく思うじゃないですか、優しければ何でも大丈夫って絶対嘘じゃないですか、まあ嘘だろうね、絶対に嘘なのじゃあ逆にパッチャンはどういう人好きなの、私はえまず外見、うん、外見からいこう、外見は顔が濃い人、うん、パーツがしっかりしてる人、うんうんうん、ああはい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 、前髪なしが似合う人、ああはい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 、黒縁眼鏡が似合う人、あれ笑った時に目が優しい人、あと歯並びいい人、外見で言ったら、外見で言ったら、うん、え、でもあの本当に本当にリアルにあの青い瞳の人とか結構好きなんかアニメ好きだから何を言い始めた好きなのよ、青い瞳の人、うん、かっこよくない、出会ったことある青い瞳の人に、ない、書き狂いからちょっと脳が離れてない、離れてないあ、身長もあるもん、私身長185へ、いらない、いらない、そんないらない、いらない、必ずマスト、そこはめっちゃ戦えそう、身長のこと言ったら、どうなんだろうね、なんか今さすごいいろいろさ、こういうなんだろう、じゃあ恋愛対象男性ですっていうだけでもなんかいろいろ言われかねえんじゃん、確かにむずいよね、まあでも私は恋愛対象は男性です、うん、いやでも、あ、嘘かも、最近さ私あいみょんさんと付き合いたいって思ってきたのなんでそんな顔するの、あいみょんさんと全然知り合いでも友達でもなんでもないけど歌聴いてって思っちゃった、ねえ、無言やめて、恥ずかしい、なんか急にどうしよう、これあいみょんさん見てたら、はず、愛の告白だよ、どうしよう、歌にされちゃったら、だってあんだけ外見の、うん、あの容姿のスキンのこだわりポイントめっちゃあったのに急にあいみょんさんだよ、いいじゃん、だそうです、あいみょんさん、もしよろしければご連絡をお待ちしております、恥ずかしい、内面続きまして、あ、内面です、内面は私はもう入れるときはずっと一緒にいてくれる方がいい、へえ、一人の時間いらないんだ、いらないね、へえ、それぐらい親しくなれる人がいいかも、でもさ、うん、撮影なんて朝から晩までじゃない、うん、でさ、たまに撮休があるじゃん、うん、でそのうん、その撮影でも本の理由を覚えなきゃいけない時もあるのに、うんうん、その時に一人になりたいと思わないの、そうね、私はなんか普通に女友達3人と、うん、この家ね、この家でルームシェアしてたことあって、うん、みたいなの1回経験してるから、うん、だから結構平気、すげえ、すげえとかやめよう、なんか可愛くないもんね、うん、すごいってそう、そういうのをさ直して いかないとね、全世界のイケメンはこのパルルームを見ないでください無理だよ、もうあの身長180センチ以上のイケメンは今パルルのことが気になってるイケメンはここ見てるよ、見ないでください、でもこういうとこが可愛いんじゃん、ちょっと男は結局こういうところに燃えるんだよ、今ね、外そう、どうですか、お姉さん、あのね、違うよ、違うよ、モテをね、うん、はき近えてるよ、
こういう姿にグッとくんだって。そうなの、うん、そうだよ。一緒にさ、うん、まーって言ってさ、楽しめる方がさ、幸せだし楽しいと思わない？ねえ、葵みたいな男いないかな。内面で私言ったらいつもちんぷんかんぷんな人がいいって。どういうこと？ちんぷんかんぷん右から左の人どういうこと？なんか私がじゃあもうめちゃめちゃワーキャーさ怒ってたとするじゃん。うん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 。でもなんか9割方聞いてないみたいな。絶対嫌なんだけど。じゃあさ、例えばさ、うん、こうやってピザ食べたじゃん、うん、その手でテレビのリモコン触っちゃいました、うん、ね、もう本当にやめてって、うん、それベタベタになって油取るのとか大変だし、うん、拭くのも自分でやってくれるから。あ、私はその役よね、そのチンプンタンプンのやつ、うん、そうそうそう、ね、よーい、たね、本当にさ、このリモコンさ、このピザとかさ、ポテチとか食べた手でさ、うん、触るのやめてくれない、うん、これ拭くの私だし、拭いてくれないよねって、うん、せめて拭いてくれればいいけど、うん、拭かないじゃんって言って。分かった、分かった。ごめんね、次から気をつける。これも言って4回目だよ。4回もやってんねん。またやってんの、これね。本当にふざけないで。もうこうだよ。リモコンこうよ。あーちゃん、落ち着いて。ダメ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 。あ、もう最悪。もうこうなっちゃう。絶対無理。好きじゃない。それがいいの？そういう人がいい、なんか。まあ大げさだけど。大げさにやったけど。ねえ、本当に聞いてんのくらいのレベル。でもちゃんとごめんは言う。ああ、まあごめんなさい言える人はいいね。あの、それで傷つかれちゃう方が嫌なの私。そんな男いる？私もこのシュンってなっちゃう人が嫌だ。結構大変だね、それはそれで。私は日々いうタイプで、実はあおちゃんの方が怖かったりするかも。なんかたまにためにためたまって、そうかも、うん、ある日突然いなくなりそう。あ、うん、そう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 、そういうタイプ、そういうタイプ。急にあれ家にいない、帰ってこないみたいな。そう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 、猫みたいな感じで、うん、へーってしてたのに気づいたらいない、うん、みたいなことが起きるタイプ、うん、そう、私は犬タイプかも。わわわわわわって怒るときバーンって怒ってみたいな。お互い似てるなって思うところ、全体的にちょっと似てるよね。甘いもの好き。あー、似てる。似てるじゃない、一緒一緒。あとは基本的に人にあんまり寄りついていかないところ。あ、そう。寄りついてるように見せかけて意外と警戒心強いじゃん。あ、わい、私もだし。私はさ、完全にさ、うん、シャットアウトするじゃん、うんうんうん、私もするよ。ほんと？するするする。うん、なんだ。え、仕事場でもそれは？あー、仕事場では基本的にしないようにするけど。何歳までに結婚したいですか？あー、私あまり結婚かも、私もなくなっちゃった。私もない。どうしちゃったんだろうね。20代前半でめっちゃ結婚したい欲が高まって、で25超えると急になくなって、30超えるとやっぱ体のこととか考えて子供を産みたいっていうので、もう一回結婚したいっていう風になるって言ってた。結婚したくない。ね、わかる。見したいと思える人がいたらする。うん、ファンの人のことがよぎる。それは中にはガチ恋の人もいると思うの。うん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 。その人たちの気持ち考えた時に、ってすごい決心が必要だなって思っちゃう。確かにね。そんだけちゃんとファンを大事にしてるってことだね。いや、本当だ。でもファンの人がいるから生きれてるからね。まあ本当にそうだよね、うん、我々って本当にそういう職業だよね。ファンの人がこの人と結婚してよかったねって言ってくれるような人と結婚したいかも。わかる。そう思います。それが私も応援してくれる人たちもハッピーだなって思う、うん、そうだね。おめでとうって心から言ってもらえる人と結婚したいな。うんうんうん。まず相手を探しましょうですよ、私と。そうですよ。恋と愛の違いは何だと思いますか？あ、深い。じゃあそれで締めよう。これで締めるの？深いとか言っていいの、これって。深くない？深い？そんなことない。
じゃあ恋とは、恋とは、恋とは何かいつかは切れてしまうものな気がする。あー、まあ確かに永遠ではない。恋から始まって愛で終わるみたいな。なんかすごいいいこと言っちゃったかも。深い深い、やばい、テロップに出ちゃってるかも。絶対出てる。恋から始まる絶対出てたよ今。恋愛マスターみたいなこと言っちゃった。恋愛、なんかポケモン的な、あ、進化してくる、うん、あ、ピチュウがピカチュウになるみたいな、うん、でピチュウの子かわいいじゃん。ライチュウになるとなんか重いもんねそうね。じゃあここら辺で終わるルーム。はい、長々とお付き合いありがとうございました。はい、ありがとうございました。お邪魔しました。皆様、青いのチャンネルでもコラボしてます。よろしくお願いします。見てください。じゃあ第2弾も来てくれるかな。いいと思う懐かしい。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。